皆さんこんにちは。京都工科女子大学入学広報センターの小倉と申します。本学の2021年度の入学者選抜の内容について説明します。2020年度入試と時期内容が異なりますので、その点も踏まえて分かりやすく説明いたします。この流れに沿って説明します。本学の入学者選抜は大きく分けると3つございます。まずは総合型選抜について説明します。総合型選抜はレポートや面接などを通じて学力の3要素を多面的に評価する選眼制の選抜方式です。本学を第一志望で考えていただいている方、本学で学びたいと強く思っていただいている方はこの選抜をお勧めします。大学はエントリーの方法が2種類ございます。 AO セミナー参加型はまず8月9月のオープンキャンパスで開催されるセミナーに参加していただき、レポートを作成します。そのレポートとエントリーシートを提出していただき、一次選考を行います。この時に入学検定料は一切かかりません。一次選考に合格されたら出願に進みます。この時に入学検定料が必要となりますのでご注意ください。二次選考は学科によって異なりますが、面接やプレゼンテーション、グループディスカッション、小論文で皆さんのこれまでの頑張りや入学後の学びへの意欲を大いに PR していただき、合否発表という流れになります。各学科の実施内容については4月中旬に発行予定の入学者選抜ガイドで詳細をご確認ください。 AO 課題型は指定されたテーマについて課題を作成していただき、その課題とエントリーシートを提出していただきます。それ以降の流れは先ほどの AO セミナー参加型と同じとなります。各学科の課題についても入学者選抜ガイドでご確認いただけるようになっています。ポイントをおさらいすると、AO セミナー参加型はセミナーに参加してレポートを作成、そしてエントリーとなります。 AO 課題型は指定されたテーマから課題を作成してエントリーとなります。スケジュールはこちらです。 AO セミナー参加型でのエントリーを考えている方は、1期は8月1日と22日、2期は9月27日にセミナーを実施します。ご注意ください。1期は両日とも受講していただくことも可能です。また受講したからといって必ずエントリーしなければいけないということではありませんので、ご安心ください。 AO 課題型のスケジュールはこちらです。1期のエントリー期間は AO セミナー参加型と同じく9月1日から始まります。続いて短大の総合型選抜についてご説明いたします。短大にはこの2種類のエントリー方法がございます。まずは AO 面接型。エントリーシートを提出していただくことは大学と変わらないのですが、提出の前に本学への入学の意欲を高める目的で実施している個別進路相談に来ていただくことが望ましいとしています。個別進路相談は事前にお電話などでご予約いただくか、オープンキャンパスの中で実施しています。エントリーシート提出後は面接を行います。面接日は受験者の希望をもとに調整をし決定しています。この時点では入学検定料はかかりません。一次選考に合格された方は次に出願に進むのですが、出願の際に検定料が発生します。出願時に提出していただく書類をもとに二次選考を行い、合否発表という流れとなります。 AO プレゼンテーション力育成型は選考を通じてプレゼンテーション力が身につく選抜となっています。一次選考のプレゼンテーションの前に皆さんには6から8月のオープンキャンパスで行うグループワークに参加していただきます。ここでは学科の先生による指導のもと、在学生とともにグループワークに取り組み、学科の学びやプレゼンテーションの技法について学びを深めて一次選考の準備を行います。その後エントリーシートをご提出いただき、プレゼンテーションを行うことが一次選考となります。一次選考に合格された方は出願に進み、それ以降の流れは先ほどと同じです。こちらの選抜も出願までには検定料は発生しません。プレゼン力を磨きたいという方、短大の学びを体験したいという方もぜひこの選抜をご利用ください。ポイントをまとめると、 AO 面接型は個別進路相談を経てエントリーシートを提出して面接、 AO プレゼンテーション力育成型はグループワークに参加しエントリーシートを提出してプレゼンとなります。スケジュールはご覧の通りです。 AO 面接型は前期・後期とあり、前期は9月1日から、後期は2021年の1月4日からエントリー開始となります。 AO プレゼンテーション力育成型のスケジュールはご覧の通りです。グループワークは2回行われ、1回目のテーマは在学生と学ぶ、プレゼンが分かれば自分が変わるです。
6月7日と7月18日に行われますが、両日とも同じテーマで実施します。2回目のテーマは在学生と学ぶ、プレゼンが分かれば学びが変わるです。8月1日と8月22日に実施されます。1回目と2回目の両方に参加していただくことが望ましいのですが、 AO プレゼンテーション力育成型へのエントリー条件として2回目のグループワークに参加することは必須としていますのでご注意ください。続きまして、学校推薦型選抜についてご説明いたします。学校推薦型選抜は今皆さんが高校生活で頑張られていることを生かすことができる選抜です。指定校制推薦選抜と公募制推薦選抜の2種類があるのですが、指定校制推薦選抜は本学が指定する高校を対象とした選抜のため、今回は公募制推薦選抜に絞ってご説明いたします。公募制推薦選抜は基礎学力テストの結果に学習成績の状況、いわゆる評定を得点化して加算して合否判定を行います。年内に学力試験でチャレンジしたいと考えている方はこの選抜での受験をお勧めします。各学科の選抜科目や科目ごとの回答方法については入学者選抜ガイドをご覧ください。看護学科のみ基礎学力テストに加えて面接試験があります。スケジュールは ABC 日程と年内に3日間実施します。 A 日程 B 日程の出願は同じで11月2日から17日となります。試験日は11月28日と29日と2日間続けて行います。本学会場以外の試験場も各地に設けておりますので、お近くの試験場で受験していただければと思います。 C 日程は11月30日から出願開始で12月19日が試験日となります。 C 日程の会場は本学会場のみの実施となります。最後に一般選抜についてご説明いたします。スケジュールはご覧の通り、年明けから4日間実施します。 AB 日程のみ2月2日、3日と2日間連続で実施し、学外の試験場も設けています。各学科の選抜科目については入学者選抜ガイドをご覧ください。なお回答方法については全科目記述式となります。それではまとめに入ります。各選抜の選抜方法について、総合型選抜はレポートや課題、エントリーシートを提出していただき、面接、プレゼン、グループディスカッション、小論文などで選考します。学校推薦型選抜は基礎学力テストの結果と高校での成績を得点化して合否判定します。一般選抜は科目試験での判定となります。なお学校推薦型選抜や一般選抜の AB 日程、両日程とも受験していただくと入学検定料が割引になる制度や、第一希望学科以外に複数の学科に志願していただける制度なども設けております。複数学科志願制度を利用することで追加で費用は発生しませんので、ぜひご利用ください。また今回ご説明した選抜方式以外にも大学入学共通テストを活用できる選抜方式もあります。本学では皆さんが受験プランを立てやすいように様々な選抜方式を実施いたします。オープンキャンパスでは入学者選抜についてさらなる詳細をご確認いただけます。また個別見学及び相談は随時受け付けておりますので、ご希望の方は本学入学広報センターまでご連絡ください。ご視聴ありがとうございました。皆様とお会いできることを心から楽しみにお待ちしております。